和歌山市駅は和歌山県和歌山市チベット前にある南海電気鉄道西日本旅客鉄道の駅。南海の駅番号は NK45。当駅には南海電気鉄道の南海本線と和歌山高線のほか JR 西日本の規制本線が乗り入れている。以前は改札を出ずに乗り換えが可能な共同使用駅であったが2017年の 改良工事により、両社の改札口が別となった。南海本線と紀勢本線は当駅が終点、和歌山高線は当駅が起点となっている。いずれの線も全列車が停車する。南海本線の大阪方面からの列車は、当駅折り返しが大半だが、特急、サザンと急行のそれぞれ一部のみ、和歌山高線に乗り入れる。また、 隣の木の川駅から分岐する南海加田線の全列車も南海本線経由で当駅に乗り入れ、運行系統上は当駅を始発とする。ただし、1955年まで存在していた加田線9線は当駅へ直接乗り入れていた。南海本線の終点であり、その和歌山側のターミナル駅となっており、JR 阪和線などの和歌山駅と区別するため、地元では市駅と 通称される。同様に市名をそのまま名乗る全国の市駅の中では最も古くから市駅を名乗っており、また一貫して解消もしていない。また、県庁所在地の市の駅で市駅と名乗っているのは東駅と愛媛県松山市にある伊予鉄道の松山市駅のみである。2015年度から2021年度の6年間で改築が予定されており、第1期と 第2期に分けて行われる。2017年までは、南海側のみ IC カードを乗車券の利用が可能だったため、南海 JR 間で乗り継ぐ場合は、ホーム上にある簡易 IC カードリーダーで改札処理をしていた。だが、2017年に当駅の改札口が事業者ごとに分離されたため、改札を通るだけでの乗り継ぎが可能となった。改札口は駅ビル、 南海和歌山ビルの1階にあり、5.67番線は古戦橋で結ばれている。トイレは改札内に設置されている。3番線は行き止まりになっており、4.5番線のみが和歌山港へ通じている。なお、6.7番線は同一ホームで、双方に線路終端標識が立てられ、また砂利が盛られて、枕木が置かれて行き止まりになっているものの、線路と、 河川自体はつながっている。当駅は駅長が配置され、小崎駅和歌山市駅の各駅と棚川線、和歌山港駅を管轄している。乗り場乗り場は2017年7月15日現在、2012年度にバリアフリー化のため改札とホームの間にエレベーターを設置した。3.4番線のホームに通じるエレベーターは、3番線の有効調を短縮させた後に、 設置されている。それに伴い、片線の専用ホームが6番線から3番線に変更となった。和歌山高線の主本線である7番線は、2005年に、線内普通列車が一旦廃止されてからは、客扱いでは使われなくなり、回送列車が発着する程度となっていた。2012年の普通列車再設定後も、 同様の状態が続いたが、2014年10月のダイヤ変更により再び、和歌山高専普通列車用ホームとして使用されるようになった。なお、2005年11月26日までは7番線の出入り口にも中間改札があった。和歌山高専の各駅が無人駅だったため、この4駅から当駅で乗り換えもしくは降車するために、 乗車駅証明書発行機が改札前に設置されていた。2番線に改札口がある。かつては1番線の片側ホームと木回し線が付設されていたが1992年に撤去され駐車場となっている。この1番線ホームを覆う屋根やホームに通じていた階段が南海和歌山ビルの解体まで存在した。駅業務は共同使用駅時代から一貫して、 南海に委託しているため、国鉄 JR 西日本の駅員配置はなく、緑の窓口もない。その名残で JR 線のリバの駅名標や案内放送も南海様式となっている。2017年7月14日までは JR 線の乗車券類は一部近距離区間までで、あれば南海の券売機で購入可能で、その他は南海の出発窓口で、 常備券や補充券による販売が行われていた。入場券については改札分離前は、券売機での発行分は、南海の窓口での発行分は、国鉄 JR 西日本の収入として取り扱われていた上、臨空タウン駅などと異なり料金を安い金額の側に合わせる取り決めがなかったため、最低分賃が異なる場合は、効力が同一でありながら、 窓口と券売機で料金が異なる現象が発生していた。なお、国鉄 JR 西日本扱いの入場券は、貢献時代は国鉄 JR 西日本の様式だったが、南県となってからは調整が南海に委託されたため、南海様式で JR の料金のものが発行されていた。7月15日の南海との改札分離により、 南海の窓口と券売機での JR 単独券の発売を中止し、これまで改札内に乗り継ぎ用に設置していた JR の券売機を改札外に移設し、入場券の発券にも対応した。また、JR 線改札には係員が常駐しない無人駅であり、自動改札機が利用できない場合など、係員対応が必要な場合、改札口コールシステムによる 遠隔操作での対応となる。もともと南海の駅として開業し、後に、際鉄道が当駅へ乗り入れた。かつては当駅から 1.0km、際駅寄りにある分解点までの線路も南海の所有であり、国社連絡線という路線名で、鉄道要欄にも記載されていた。こうした経緯により、国鉄時代は国鉄の駅数には計上されていなかった。 1987年の国鉄分割民営化事に、分解点投影機関が JR 西日本の第一種鉄道事業区間となった。従来通りの区分であれば、南海が第三種鉄道事業の JR 西日本が第二種鉄道事業の区間となるが、線路を含めて JR 西日本に対応した形に改めた。このため、鉄道要欄からも、 南海国車連絡線の記述が削除された。一方 JR 貨物は旧分回転投影機関の第二種、鉄道事業免許を所有していなかったため、当該区間は南海が JR 貨物に委託した配給列車扱いとしていた。乗り場乗り場は2017年7月15日現在、JR 帰省本線と南海本線の間には、非電化の渡り線が設けられている。 かつて南海南馬駅を発着する規制本線直通列車がこの渡り線を経由して運転されていた。しかし1985年3月に木の国が廃止されて以降、この渡り線を使用する旅客列車は運転されていない。また旅客列車以外では南海や大阪府都市開発が新型車両導入の際に車両メーカーの工場 JR 戦闘駅、 というルートで搬入されていたため、その際にこの渡り線を利用していた。2003年4月1日に、旧、龍下新号場、杉本町駅和歌山駅、南海電鉄分回転間の日本貨物鉄道の第二式鉄道事業が廃止されたため、それ以降、新型車両は、くだら駅、または、味川口駅の貨物ターミナルからトレーラーによって、陸送されることとなった。 しかし、2009年からは、新造された南海の車両が、JR 東海道本線、上東貨物線、片町線、大阪東線、関西本線、和歌山線、紀勢本線を、2010年からは、JR 東海道本線、梅田貨物線、大阪環状線、関西本線、和歌山線、紀勢本線を、京由市駅まで搬入され、 この渡り線を使用して南海に引き渡されるようになった。その後、当駅に隣接する検査場で受け入れ検査を行った後、南海本線から高野線を経由して千代田まで自力回送される。1994年の南海岸川線の2270系の車両を送り込みや1201系の廃車回送の時は和歌山駅当駅間で車両の搬送を行った。 かつては和歌山市の玄関として和歌山駅と肩を並べる乗降客数を誇っていたが現在は同駅の約半分まで落ち込んでいる実数値としても1980年頃の半分以下まで減少している各年度の1日平均乗降乗車人員数は下表の通り南海本線は乗客減により2001年3月24日の ダイヤ改正で1時間あたりの本数は、特急1本、急行2本、普通2本の体制に、2005年11月27日のダイヤ改正ではさらに特急2本、普通2本の体制に減少した。しかし、2014年10月18日からは、急行系統の空港線シフトを受け、特急2本、普通4本の体制となっている。 高速バス路線バス駅前にはスターミナルが整備されており、和歌山駅とともに和歌山市内の路線バスの拠点となっている。系統番号の色分けについては、のようになっている。乗り場1乗り場2乗り場3乗り場4乗り場5過去の路線通学バス9、加田線木の川橋梁の河川橋第4回近畿の駅、100線に選定された。現在、加田線は、 木の川駅を経由して、当駅に乗り入れているが、かつては当駅西側に、木の川を渡って、直接乗り入れていた。しかし、1950年9月のジェーン台風によって、木の川橋梁が破損、同橋梁を挟む、当駅、北島駅間は、休止を経て廃止された。なお、加田線列車は、同年7月に、木の川駅経由での運行としていた。なお、 急橋梁は、火星橋として、二輪車、軽車両と徒歩のみ通行可能である。ありがとうございます。